さあよ、一本くんね。どうも。うん。この天気なんだよ。雨ね。ああだな。すげえよな。熱帯雨林みてえに降ってる。砂漠地帯だと思ってたけどな。あんた弁護士だろ。ああ見覚えある。ダチのコンボの弁護してた。クリスチャン・オルテが少年裁判所で赤ちゃんのキリストを盗んだとかってさ。あれだよ、教会の外にあった人形。会話を受けの。そうキリスト像ね。ったく、そもそもあいつなんであんなもん取ったんだろうな。だろ、理解できねえよ、バカが。あんなの盗んだら地獄行きだぜって言ったけど、あいつ聞きやしねえ。けどあんたのおかげであいつは無罪放免になった。あれマジすげえよ。ええ、真っ当に生きてって伝えて。ああ、ええよ、言っとく。必ずな。なあ、専門家としてあんたの意見聞かせてよ。この男グッドマン、こいつ本物？使える弁護士？なぜ聞くの？ダチがマジの実刑食らいそうなんだ。キリストの人形を盗んだどころじゃない、ヤバい罪で。だから一流の弁護士が必要なんだ。俺そう言ったんだけど、あいつテレビで弁護士のコマーシャル見てここにするって言うんだ。で俺な、エミリオ、あのコマーシャルで決めるのはどうかと思うぜって言ったんだけどさ。例えば自分が病院に行って手術を受けなきゃならねえってなった時に、脾臓かなんか何でもいいけど、妙なコマーシャル見て医者を決めたりしないだろ。ありえねえ、それと同じことだ。だろ。とにかくこの弁護士できるやつ。私が知ってた時は